最初のメールはこれ久しぶりのメールですね。ピロさんです。ピロさんありがとうございます。もうすぐ2人目の子供が5月に生まれてくる予定です。うん、名前をどうしようかと色々考えているのですが、うん、そもそも私の苗字が画数的にあまり良くないので、うん、しっくりくるものが少なく悩みどころです。うん、先生は名前でその相手のことを見ることができますが、うん、名前をつけることというのは自分もそうですが、つけられた人にとってどの程度影響があるものなのでしょうか。 仮に自分が違う名前がついていたら違う人生を歩んでいたのでしょうか、うん、ふと疑問に思ったのでメールいたしました苗字の画数があまり良くないからしっくりくるのが少ないっていうようなことってあるんですかねうんあると思うけど、うん、私の場合は、うん、子供につける名前は、うん、その子にあげる人生で最初のプレゼントで、うん、一生のお守りになるものと思ってつけたから、うん 子の名付けねだから画数にはちょっとちょっとだけ気にしてで読んだ時のイメージとか音読んだ時の音音感っていうのかなそういうのとかあと漢字の意味とかあるでしょそこに思いを込めてつけたのね。で字ののの数っていうはお家ことだから お家を背負うってことだから、うん、あの出ちゃえばあんまり関係なくなってくるものなんだよね、はあ、なるほどねうんで、うん、よく言われてるのが生命判断って、うん、苗字の画数がちょっとぐらい悪くても、うん、総数が良ければいいんだってほう、はあ、総数全部,全部の漢字の総数、うん、はいはい が奇数だといいんだって。うん、私はそのあたりはそんなに信じてないから、うん、基本。マニグロはあんまりその奇数って気にされないしないですよね。いや子供につけるときは気にした。あそうですか。子供につけるときは,は気にして。で一応いい画数になるように、うん。あんまりでも画数ってそんなにさ影響ないっていう考えじゃないですか。どうなんですかね。何とか前にも。 招きの子さんの好きな某有名人の方が名前を解明してでその本人はなんかこう画数とかそういうのを専門家に見てもらってなんかすごい一生懸命綿密に検討して新しい名前を決めたみたいなんですけど招き猫さんもなんかすごい怒ってたじゃないですか誰がこんな名前つけたんだっつって絶対にあんまり良くなさそうよくないみたいなふうに感じたみたいで招き猫さん。 うん隠すうん、私はね隠数ってそんなに、うんうん、あの実際にさ、うん、流派によって違ったりするのがあるからあんまり気にはしてないんだけどう,ん、うーんとね、うん、まあ私はそうしたからおすすめっていうわけでもないんだけども、うん、漢字に意味を込めるとか、うん、あと呼んで気持ちのいい名前とか。うん マーニングダウンどちらかと,いうとそっちですよね。そういう感じのつけ方をして、うんうん、やっぱりねスピリチュアル系の講座を受けた時に、うん、その先生が言っていたんだけども、うんうん、自然と名前を選んでるんだって。うんうん、お自然と。そう名は単位を表すって言うでしょ。うん、自然と 名前を選んんでるんだって誰か親もも子供も、はあ、だからその名前を付けそうな親のところに生まれるとか例えば子供はもうやんちゃでもいいから、うん、健康に育ってくれさえすればいいみたいな、うん、親もいれば、うん、世のため人のために役立ってくれる。 子になってほしいとか、うん、親の願いってあるでしょそうですね。うん。ね、それを託した名前みたいなのをつけちゃったりするでしょうん。で、それに応えられる子がそこに生まれてくるみたいなところがあって。うん、姉がよく言う、導かれてそこに。みたいな。割とそういうの名。名前、つけられる予定の名前も入っているみたいな。うん。うん、だから、こんな子になってほしいとか。 願いを込めた漢字を使うとか、うん、あとはあの例えば呼びやすい名前で、うん、響きがいい名前だとつい呼びたくなるでしょ、うん、そういう感じで、うん、人かかから好かれる子になったりとかねそういう感じでね、うん、どうなってほしいかみたいなイメージに基づいてつけるのがいいと思う。 まあマどちらかとというと画数なんかよりはそっちの方で名前をなんか重要視するっていうイメージがありましたね。ただ、うん、あの私が前に自分の会社の名前付ける時にほらよく名前を付ける時っていろいろ意味付けとか意味合いとかをすごい一生懸命みんな考えるじゃないですか。うん、でちょっと発想の転換というか逆転みたいな感じで当時の私は考えてて一回意味合いを全く考えずにつけてみようって思ったんですよねその時に。 でも単にその音あのここ口にした時のなんかこう音で決めようと思って、うん、私の今の会社の名前つけたんですよね。それからなんかマネグロさんにもうちょっとなんか意味合いをかちゃんとしっかり考えてやった方がいいみたいなこと言われたりとか,、うん、なんか結構ちょっとダメ出しもらってでもなんか自分はその音にこ,すこだわっててそのまま行っちゃったっていう感じで。 だから今泣かずそうなやっぱり <laughs> ああやっぱりそれだなと思ってでちょっと最近ね <laughs> あのまねこさんにこうした方がいいっていう方にちょっとねオフィシャルサイトだけ戻したんですよ。うんうん、だちょっっとよくなななるかんななんて思って思で,でもさ、うん、私がそうした方がいいって言ったからって、うん、いや自分はこう思うっていうのがあるんだったら、うん、そっちにした方がいいと思うよ。 まあそうですよね、うん、大体僕はあの会社の名前つけた時はまだまなぎもさんと知り合いじゃなかったですからね、うん、あのもうずいぶん経ってあとで聞いたらなんかそういうダメージ出してもらったっていうでじゃあ今からでも変えた方がいいですかねって聞いたらもうその名前でなんかもう道ができちゃってるからそのままでいった方がいいって,言って言われたんですよねその時。だって軸がブレブレで違う道に行ったら余計危ういじゃない、うん、まあそうですよね軸がしっか。りしててるる人だだっったたらら変えたらって言え言んだけど、うんうん 軸がブレブレでなんか心がいまいちなゆなゆな人だと、うん、道をたがえるとまたおかしなことになるじゃない。うん、ちなみにそのこれで、うん、ピロさんのそのメールで、うん、その名前をつけることというのは自分もそうですがつけられた人にとってどの程度影響があるものなんでしょうかっていう質問が書いてありますけど。うんとね子供のうちはね呼ばれる音感で影響があるかな。うんはあでも一生の贈り物なんだからやっぱり。 やっぱり重要ではあるんですよね。うん。だから重厚感のある名前っていうの、うん。なんかそういう感じのをつけたときは、うん。相性をつけてね。うん。ちょっと明るくハッピーな響きにしてあげるとかね。ああいう子供の頃の呼び名は。うん。あとの質問で、うん。仮に自分に違う名前がついていたら違う人生を歩んでいたのでしょうかって言うんですけど。それはね、うん、その人が持つ。 自我の強さとか、うん、個性とか、うん、そういうのにだいぶ関係あって、うん、名前の意味通りになりやすい人と、うん、そうではない人と、うん、確かにそれはあるかもしれないねあの<る>ほら松本幸四郎さんなんかあの名前の格数は実はその生命判断から言うと最悪だって言うじゃないですかなんかそれを覆すだけの運気を持ってたからっていう そうするとま松本ひとしさんなんか全然関係なかったってことになりますよね。いや、そんなことない。だって人の人の中の志みたいな。はあじゃあ,あ、格数じゃなくって、その意味合いの方では影響はあったんですかね、うん。だってひとしって名前見て、うん、ねえ松本ひとしを見て、うん、ああって感じするじゃん。そうですね。あれやっぱり格数って人。人となりと関係がある感じするじゃん。うん、でやっぱり格数ってあんまり関係ないんですかね。 うん、あんまり流派でいろいろ違うようなことっていうのはね、うん、あんまり気にしなくていいんじゃない、うん、だから音を読,読んだ時の音と、うん、あと願いを込めたいんだったら漢字、うん、に意味をこう、うん、あとひらがなの名前にすると柔和な子になるし、うん、割と融通の聞く柔軟な子っていうか。うんうん にななると思う。あ、そうですか。うん、いいですね、それ。うん。うん、だけどそれがさ、うん、あの優柔不断な子につけられちゃうとよろしくないような気がする。あ、なるほどね。うん、やっぱりいろいろ組み合わせによって良し悪しもあるわけですね。うん。だからね、おすすめはいくつか候補をあげといて、うん、顔を見て決める。うん。生まれた子の。あとよくほら、人間の性格って。 実は半分は遺伝で決まるって言いますからね。そうなの。あの、うん、最新の科学研究では半分は性格であの。あれで決まるって言いますよ。その遺伝で。ええー、じゃあ、お父さん、お母さんとどの辺が似てる。私ですか。いや、まあ、どっか似てるんじゃないですか。あんまりそう思わないんだけどあ。で、もう半分はね、あの友達で決まるんですって。ええー、じゃあ、ろくな友達いなかったの。<laughs> そうなんですかね。だから、親の性格に合わせて。 あの少なくとも半分もう半分はもう生まれてからの人間関係が影響を与えるんだけれども少なくとも半分は自分たち夫婦のさ性格でここう半分はこの性格になる可能性が分かるわけじゃないですかそれに合わせて名前付けるってなってはちょっといいかもしれないですよね。うん、お父さんお母さんがじゅ優柔不断だとじゃあひれがなの名前付けないでカチッとした感じで使おうとかさそうやって微調整できるかもしれないですよね。そうなの <laughs> 違いますか いやわかんないけど自分の父親がどうだかわかんないからわかんないけど、うん、私母親とはあまり似てないと思うというか似てたくないそれが環境なんですよねだから遺伝とか言われるとちょっとえ。